福島市選挙区、自民党は新人が当選し議席を増やしました。一方で立憲民主党県連の幹事長が落選です。いわき市選挙区では れいわ新選組の推薦を受けた新人がトップと1票差で当選。日本維新の会は県議会に初めて議席を獲得しました。そして当選7回当選9回のベテランが落選です。郡山市選挙区は当選した10人全員が現職の候補者。着実に票を積み上げて議席を死守しました。新人の2人は票を伸ばせませんでした。会津若松市選挙区は元職が大差をつけて返り咲き。二本松市選挙区は引退する議員の議席を自民の新人が守りました。須賀川市岩瀬郡選挙区、こちらは立憲の新人が引退する議員の議席を守りました。与野党一騎打ちとなった川沼郡選挙区は立憲の新人が現職を破り、大沼郡選挙区は自民の現職が再選。石川郡選挙区と南会津郡選挙区は新人同士の戦いで、どちらも無所属の新人が自民の新人を破りました。ではここからはですね、県政担当の阿部記者と一緒にお伝えしていきたいと思います。阿部さん、昨日の選挙の結果ですけれども、各党の勢力どう変わったんでしょうか。はい、各党の議席数を選挙の前後で比較すると、最大会派の自民党は2つ減らして29議席、単独過半数の30議席を割り込みました。重点選挙区に位置づけた5つの選挙区は2勝3敗で、他の選挙区で当選した現職も前回より票を減らしました。県連の幹部は内閣支持率が 30% を下回る中での反自民の逆風を要因の一つに挙げています。ベテランの落選もあったんですよね。はい、いわき市選挙区では当選9回の青木さんが落選、川沼郡では当選3回の小林さんが39歳の新人に敗れました。この結果に別の県連幹部は、次の世代を担っていく人に託そうという有権者の思いに自民党として応えられたかどうか疑問が残ると話しています。世代交代といえるこうした結果は野党側にも見られていて、いわき市の西丸さんも当選7回だったんですが落選してしまいました。はい、立憲民主党も議席を減らしました。はい、立憲側も受け皿に慣れていないと険しい表情を浮かべます。政権与党に対する厳しい目があったにもかかわらず、やっぱり私たちが、党勢拡大をできていないということは、やっぱり厳しい目がこちらにも向けられていると。はい、あとはとにかく投票率が過去最低の 40.73% ということですから、今後の県議会の取り組みなんかも問われてきますよね。はい、政治家は具体的な政策を打ち出して公約を実現することが求められます。自分の選挙区だけでなく県全体のプラスになるような取り組みを重ねていくことが有権者の関心や信頼につながると考えます。阿部記者でした。